こんばんは。 FX 投資詐欺に引っかかっちゃった皆さん、そして FX が詐欺だと思ってる皆さん、さらには何でもかんでも自分が儲からないやつは全部詐欺だと思ってる皆さん、それ以外の皆さん、つまり皆さん、こんばんは。速稼塾の久保です。今回はですね、 FX の技術を身につけて勝ち越すための一つのヒントをお届けしようと思ってこの動画を撮らさせていただいております。そんなわけないだろうとかね、どうせまた騙す気だろうと思ってる方、まあそれはそれでいいと思います。しかしこれからお話しすることは、実際に FX の基礎的な理論公式の中で最もね、皆様の耳にも聞き覚えのあるものを、ただどっかのテキストを読んで解説するだけでございます。ですので私が考えたものではありません。私が考えたものでないので、もしこれがね、インチキだとか当てにならないということでしたら、今日はマネックス証券さんのサイトを見てお話しますので、マネックス証券さんに文句言ってください。それじゃあね、私の画像はちょっと引っ込みますよ。ぷっと、はい、見てください。これね、マネックス証券さんのある1ページだったと思うんですよ。マネックス証券ですよね、これね。マネックス商品証券ですね。はい、マネックス証券さんのある1ページを取ってきたものですけども、その前にね、その前にもう一回私の顔出しますよ。その前にね、 FX ご存知の方、高値圏でダブルトップが出た、どうします？ここから買い入れる人っています？いや、いると思いますけどもね。高値圏でダブルトップなら売りでしょ。これが FX の公式です。テクニカルってやつですね。そうすると、確かに高値圏でダブルトップでさらに上に行くことはあるんですけども、おおむね下に行くんですよ。だから高値圏でダブルトップが出ていたら、バカの一つ覚えにいつもセルをかけときゃいいんですよ。そうすると勝ち越せますね。そうすると FX で勝ち越すことはもうできるわけですよ。ただ問題があります。高値圏のダブルトップを見分けられますかってことですよね。図で書いたら簡単なんですけども、チャートを見てるとね、出てることに気づかないことが多いんですよ。またこういうケースもあります。高値圏のダブルトップは分かってるんだけども、ちょうど高値圏でダブルトップになった時に手が離せなくって、戻ってきたら終わっていたみたいなね。だからチャートの前になるべく張り付いた方が有利なのは有利です。でも最初からそういうわけにいかないので、高値圏が出始めたらね、ダブルトップが出るかもしれないなっていうふうに構えることはできるでしょ。でダブルトップで、まあ、高値圏でシングルトップが出たら、ダブルトップが来るかもしれないな、もしくはね、ヘッド&ショルダーの肩が生まれたのかもしれないなっていうふうに予見することはできるじゃないですか。なんで予見することができるかっていうと、ダブルトップとか三尊を知ってるからでしょ。だから学習しておく、記憶していれば、あ、それが出そうだなっていうふうに気づけるから、体が空くようだったらパソコンの前に張り付こうかっていう話になるんですよ。でこれがだから技術と行動でしょ。でもね、残念ながらね、 FX を志してるのにダブルトップすら知らない人がいるんですよ。その人はどうなるか、置き銭にして退場です。私たちのかもね。だって勉強しない人が勉強してる人に基本的に勝てないでしょ、どの業界も。ただそれだけなんですけどもね。だから誰よりも勉強する人は勝つ可能性が高いです。でも片手間でやる人は、片手間よりもちょっと忙しく勉強する人に負けるでしょ。ゼロサムゲームなんで。ボクシングの試合だってゼロサムゲームですよ。2人リングに入って1人が勝つんですから、ゼロサムゲームでしょ。 FX だってシンプルに見たら自分と誰かの勝負ですよ。やっぱりこう、未熟な人が損切りをして、卓越した人が利確をするんでしょ。はい、そういう前提でございます。じゃあ今度こそ私の顔が退場していって、ダブルボトムね、このネックラインっていうんですけども、1個目のボトムが来て跳ね返って、今度それがシーターに下がっていく時に、こちらよりもね、下に下がったボトムはちょっと違いますよ。でもこのボトムとほとんど一緒に揃ってる、もしくは2個目の底がちょっと上にある形の場合、転換して上に上がる可能性があるんですよ。じゃあどこで上に上がるかどうかを見分けるかっていうと、真ん中のこの折れ曲がったところね、ここを超えたら買いサインって、ね、ネックラインですよ。これ私がいつも初心者の方はここからエントリーしてくださいっていうところですよ。
上級者の方どこでエントリーするの？そこで行くんですよ。そこでね、それだけの度胸があって金があって経験があるから行けるんですよ。まあでも大抵の方はここを抜けたら、ネックラインを抜けたら、抜けたことを確認して入ればいいんですよ。そうするとリターンはそんなにないですけども、リスクは最小限にできるでしょ。これがダブルボトムを扱う技術ですよ。テクニカルを扱う技術ですよ、ね、だからただ単に知ってる人と、それが高いレベルで使える人、初心者、中級者、上級者の入る位置を知ってる人、いろんな段階があって、誰が一番勝つんですか？ね、分かったでしょ？分かるでしょ？はい、こんな感じですよ。さらにですよ、ネックラインを越えたらボトム2番底からこのネックラインまでの距離と同じところぐらいまでで一旦離学するのが賢いんですよ。それをこれから実践譜で説明しますね。一旦これマネックス証券のサイトを落とします。今日はじっくりと説明してますよ。はい、実際のチャートですね。こうやってだん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 安値に安値に行って、安値圏を作ってます。どん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 下に行きます。下に行ってボトムを1個、そして同じぐらいの位置にもう1個ボトムができて上に向かってます。さあどうします？ネックラインはここね、ここを抜けたら相場が転換したと教科書通りにね考えて、バイでエントリーすればいいんでしょ。そしてどこまでで一旦利確するの？ここと同じ距離だけ伸びたら利確でしょ。ね、だってね、せっかくここで含み益が伸びてるんですけども、じゃあ無限に伸びるんですかってことですよ。無限には伸びないでしょ。結局この図って、ちょっと待ってください、ちょっと戻しましょうか。この図ってどうなるかっていうとね、はい、この右肩下がりのトレンドがここでダブルボトムで終わったかなと考えて、ここを過ぎてエントリーした人はどうなかったかというと、次の図こういう風になるんですよ。まさにダブルボトムがあって、ここでエントリーした人はこの波動が取れるんでね、この分だけ、同じ分だけ利確ができるわけですよ。これがよく出るねってことですよ。しかも移動平均線の下にあったロウソク足は移動平均線の今度上に出たんで、ダブルボトム、安値圏のダブルボトムを持って相場が転換したでしょ。全部これテキストに書いてある通りにやってるだけです。私の発想じゃありません。ただこの瞬間に立ち会えた、もしくはこの瞬間を見つけたっていう意味で言うと、そこは私の見抜いた力ですよ。技術をここに当てはめるということができたわけですよ。さあ次です。じゃあ未来永劫ね、ダブルボトムだったら利益が伸びていくのかね、ネックラインを超えてこの分と同じ分だけ含み益が出ました。でももっと儲けたいからこのまんまほったらかして、もっともっと上に失礼しました、上に伸びないかなと思ってたらどうなるか。ポジションの持ちすぎはダメですよってことです。ちゃんと含み益の時に利確しとかないとこうなるよってことですよ、ね、ここではダブルボトムが功を奏してね、ネックラインと同じぐらいは上昇したわけですよ。このぐらいね。でぼんやりしていたら、さらに相場転換が何らかの事情で起きてね、何らかの事情ですよ、これはダブルトップじゃない場合の相場転換が起きてるわけですよ。でここに包み足が出て、包み足が出てるでしょ。そしてドガーンと下落して、ここも突き抜けちゃったんで相場が売り相場に戻ったわけですよ。これよりも上位の時間軸はずっとね、右肩下がりのトレンドを作ってたと思いますよ。だから支配波っていう考え方があるんでしょ。どうでしょうかね。これをだから見た瞬間にパパッとね、5秒とか10秒で解釈してエントリーボタンを押すんでしょ。こんなの10分ほどねじっくり説明しないと動けないようだったらチャンスを逃しちゃいますからね。
はい、ということでね、一旦解説終わりです。また私の顔が出てきましたね。この1点、安値圏でダブルボトム、もしくは高値圏でダブルトップ、これを知ってるだけでも勝ち越せるんですよ。ただそれだけなんですよね。でこういうことを FX オリアルヒでやってます。引いて言えば FX のテクニカルという分野ではこういうパターンをいくつもいくつもやるだけなんですよ。だから教科書に書いてあることをそのまま使うだけなんですよ。そう考えたらね、 FX の本買ってきて自分でやってもいいんですよ。ネットで検索してマネックス証券のホームページ見てね、自分で勉強してもいいんですよ。でも自分で勉強して身につく人はそれでいいんですけども、大半の人はそうじゃないわけでしょ。受験のために塾に通ったり家庭教師つけたりするわけでしょ、うん、だからもう 100% 自習で突破できる人って少ないんですよ。だからコーチがいる、コンサルがいる、何らかの塾がいるんですよ。まあもちろんね、俺はそうじゃないぜって人は別に参加しなくていいんじゃないですか。あとは人に何かを教える人ってのは無数に出てきますから、その中で信頼してる人についていけんじゃないですか。だから信頼してない人に対してこいつは詐欺だって一生懸命言うのもいいんですけども、そんな暇あなたにありますかってことなんですよね。信じてる人についてだってね、それだってね、勝てないぐらい世の中は厳しいでしょう、ね、自分の信じた先生の言う通りにやっていつも合格点でした？違うんですよ。そこには別の要素、自分の精神力やタイミングとか運ってものが絡んでくるんですよ。だから真面目にコツコツ誠実にやっても晩年は不幸っていう道もあるわけですよ。でもやるしかないじゃないですか。それはだってやらずに成功することってないわけだから、どっかに向かおうとするんだったらとりあえずそっちの方向に向かうしかないでしょ。その時に自分で決めて歩いていって失敗も厭わないのか、すでにたどり着いた人に聞いて間違う可能性の少ない選択肢を選ぶのか、まあそういうことじゃないかなと思いながら、こんな日曜の夜に動画を流しました。じゃあまたね。